今回の A 列車で以降始まる観光計画は、転換する都市パート9でございます。リゾート開発のマップの時みたいに、すぐ終わるかと思いましたが。手こずってます。最初からやり直しているので、パート10超えそうです。また不景気の影響で株がうまくいかなくなりました。いらない港浜の工業系の建物撤去費用、高すぎて困っています。ただいま2期目の10月1日です。観光名所の評価また変わったのか？資金貯めて、交通整理したいけど、港浜の工業と立花の娯楽なんとかしたいんだよな。マリサトラックないと不便だわ。トラック開発するのか？だって、木材売れば少しは足しになるわよ。今からだと来年になるなぁ。そうね、今からでも遅くないわ。でもさ、いつも1個しか運べないんだよなぁ。そうなのよ、2個運べるトラックないのかしらね。これじゃ、冬にみかん大量に運べないわね。みかんデパートとかに売れば儲かるよな。私が食べるのよ。あの大食いキャラに取られるぞ。そんなこと言わないで、みんなに分けような。東京の株式市場は、史上最大となる下落率を記録しました。たった1年で、平均価格が 42% も下落だなんて信じられません。リーマンショックに続くさらなる悲劇、会社の金を横領してる奴らに生卵投げつけたいなぁ。なんか、そういうのって、魔物に取り憑かれたような感じで、自分の金だと思っちゃうそうよ。もう、やばい精神的な病気やん。そいつらも精神病院に入れてあげて。マリサ、もうお正月よ。お年玉いらんのか？いらないわよ、昔みたいに大きい玉落とされても困るわ。そうか、さすがに2回目は無効買う。今年も景気停滞。まあ実際、この不景気で多数の中、小企業の会社が潰れたらしいな。さあ、トラック開発終わったわよ、トラック買うわよ。あら、トラック買えないわ。そういや自動車関連の保有台数、40台までじゃなかったか？そういえば、前にバス購入できなかったわね。仕方ないので、保有台数の60台まで拡張するしかないなぁ。またお金かかる。どっちみちバスをまた増やさんといけんから、やっておいても損はないぞ。これで、新たに自動車買えるようになりました。木材伐採所2箇所あるから、そこから木材運ぼうな。まず、道路を北隣町と接続しましょう。そしたら、トラック4台購入し、上と下を2台ずつ配置したいな。売買契約し、トラックの配置営業路線設定よ。もう1台複車し、配置して止まる番線設定忘れずにな。そしたら、あとの2台は、西隣町行きにも同じように設定を。これでいいだろう、あとは貨物町の設定を忘れずにな。石油も運送したいわね。新たに道路作ったり面倒だからやめとけ。マリサ、また余計な建物建ててるわ。まったく、こないだ煙突処分したのに、次から次へと、小さい建物だけにするんだぞ。間違えた。何やってるの？この子は。土地売却ね。年間の資源関連利益80億達成。年間の子会社利益60億達成。その割には、資金がたまらないわ。いや、お前のせいだろ。年間の資源関連利益90億達成。年間の鉄道利益90億達成。ここまで来ると何がすごいのかわからなくなるわね。そうだよな、全体的に年間費用が608億もかかってるしな。そして、さらなる上を超えてしまった。年間の売上高1000億円超えました。おめでとうございます。次、2000億目指す？さすがに無理だろう、こんなの。やっぱり、この工場の評価額下がってるな。さらに下がるまで、良すぎる？そうだな、お前がさっき間違って撤去したのが原因かもしれんな。でも、あと4億なのよ。と言っても、港浜にあの大きい工場しかないし、他には。それでは、3期目の決算でございます。気になる税金は一体いくらでしょうか？今期は黒字決算となりました。この調子で来期も、頑張りましょうね。法人税が約76億。黒字決算に連続達成よ。利益剰余金のチェックも忘れずにな。そうなんだよ、立花の健康期中だ。用務ったら、何してんのかしら。そしたら、貸借対照表チェック。財務状況は悪くありません。
税金907,846万円。仕方ないのでお支払いいたします。これで未払い税金はなくなった。そんなこんなで、今回は貨物トラックやっただけでした。今回は、不景気の影響で株はしておりません。というわけでご視聴ありがとうございました。乾杯。珍しいね、霊夢さんが誘ってくれるなんて。そうね、いつも、ありがとうね、株情報教えてくれて。いえいえ、私も社長さんのお役に立ってるし、これくらいのことは、当たり前だよ。天草さんの情報なかったら、安心した株買えないからね。それはいいけど、その情報使用目的で使ったらダメだよ、コンプラだからね。そんなの、知ってるわよ。それは、バレないようにしないと。絶対、悪用してるわ霊夢さん、マリサさんに連絡しよっと。株って不景気だと、あんまり儲からないね。そうだね、ゲームのように大金使ってやるよりは、こまめにやる方がおすすめかもね。損して、得するリスクを考えるというか。優待制度のある株もあるから得よね。もし、何の株を買ったらいいか、わからないときは、自分の得意分野か好きなものを捉えるといいかも。あとはグラフで判断し、安いときに買うのが基本だけど。それに、仕事で天草さんが教えてくれた株、結構値上がりしてるわよ、もう売ろうかしらう。それは、何の株だったかな？解体系会社のデストロイヤー工業。今回のマップで建物撤去もしないといけないから、株が上がったのね。はい、霊夢さん、コンプラ違反発見です。何を言ってるのよ、天草さん友達でしょ？というわけで、素敵なゲストをお呼びしちゃってます。霧雨マリサさんです、どうぞ。はい。マリサ、なんでここに？天草さんから連絡いただいたの、霊夢がインサイダー取引的みたいなことしてるって。あるいは、会社での株情報で使用目的でやってはいけないことかしらね。どこにそんな証拠あるのよ。大丈夫だよ、霊夢さんと会う時にいつもボイスレコーダー持ってるから、今の会話録音してるわよ。会社の情報でデストロイヤー株買ったことも。天草さん、教えてくれてありがとうね。あとは私が責任持って霊夢を連れて帰るから。いえいえ、お役に立ててよかったわう。マリサ、待って。今日は一緒に帰りましょうね。あやや、帰っちゃったう。あやちんでも呼んで、飲み直そうかな。それとも軽井沢さんの方がいいかな？